ちょっと前にいただいたですね、このファーミネーター、これですね、いい気になって、ちょくちょくブラッシングしてたらですね、生配信の時にこれ1週間に1度ぐらいがいいって適正っていう風に書いてありますよみたいなことを聞いてですね、我慢してみました。今日はちょっとやってみようかな。はいはいはい、ポンちゃんはちょっとブラッシングの時に移動してっちゃう癖があるんだけどね。はい、じっとしててくださいな。はいはいはい、うんうん、はい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 、もうちょっとこっちおいで。あ、おいで。はい、ジャン君やる？はい、じゃあジャン君やりましょう。あれ？はい、よいしょ。はい、君たち移動しすぎ。ポンちゃん、ポンちゃんおいで、おいで。じゃあジャン君やろうか。はい、やろう、やりましょう。おいで、ジャン君。よいしょ。はい、じゃあここね、ここでならいいな。毛が飛んでる飛んでる。はい、じゃあポンちゃんおいで。はい、じゃあポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃんはおいででは来ないのかな。ポンちゃんやるよこれ。ポンちゃん、じゃあこっちから行くよ。あー、逃げる。うまくいきません。もうちょっと落ち着いた時にやろうかね。はい、それでは、片手でカメラを持っているとできないということが分かりましたので固定しています。カメラは三脚にくっついています。ちょっと遠い、近いか。はい、近い。気持ちいい。
週1ぐらいが適正というのの意味としては取れすぎちゃうっていうことでしょうね。すごく取れます。あんまりやるとハゲちゃんになっちゃうってことですね。取れたよ。はい、次はポンちゃん行こうか。はい、ポンちゃん。逆になっちゃうな。よいしょ。はい、いや。猫好きの人にはよくある話とは思いますが、このようにですね、それぞれの、毛を溜めています。これはマオイママさんがそうしているんですが、いずれ、フェルトの人形でも作ってですね、これだけで作るのはなかなか大変そうなので、混ぜていくようなことも考えているようですが、こういう場合にこのファミネーターですね、これ暗いくなっちゃってるね、これはこうなんていうのかな、毛離れがいいというかですね、一気にパッと取れるので、助かってます。2種類の毛色の猫を、ブラッシングするときにですね、ジャン君はジャン君こうやって今ちょっとしかついてませんが、こうですね、このようにすぐ取れます。そして次にポンちゃんを、黒猫ポンちゃんをやるという形ですね。はい。